てて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 て
メントのレベルがすごすぎるっていうね。あのさ、俺と会ったこともないのになぜ俺の私生活を勝手に勘違いしてるのかな？どういうポイント？動画で見た俺の顔だけで全てわかる占い師かっていうね、まさに中学生の好きそうなコメントだね、ほんとは。ねえ。なんか必死、なんかさ、あのさっていうのはね、ちょっと中学生だよね、正直言って。ねえ、あのさなんて使わないもん。さすがに大人になったら。ねえ。本当に、あのさ、って本当中学生好きだよな、YouTube で。YouTube で好きな言葉、中学生が好きな言葉、あのさ。ね、めっちゃ好きだよな、本当。あのさ、すごい使うよな。ね。せっかくね、斎藤ルータ君に一言物をさ、コメントもらってるんだから、アンチコメントでも。ね、アンチコメントでももらってるんだから、アンチに少しは感謝しないと。ね、アンチがいなかったら、動画すらね、再生されないからね。本当に、ね。正直、アンチがいなかったら動画すら再生されないっていう、この事実をしっかりね、わきまえて動画投稿しないと、斎藤亮太くん。うん。そう、それがあかんよね、正直言って。で、面白いのはね、中盤のトランペットがなければよかったのにってコメントを、笑っちゃったんだけどさ、斎藤ルータ君の、まあ、主にトランペットとかボイパの動画上げてるんだけど、トランペット動画なかったら、それはもう動画として成り立たないから、それは言っちゃあかんでしょと思って笑っちゃったよね。あのさ、俺とさ、会ったことないのに、なぜ俺の私生活を勝手に判断してるのかな？どういう根拠？動画で見た俺の顔だけで全てわかる占い師か。もう、こういうね、コメント欄での不毛な争いやめようぜみんな、やっぱり。不毛だもん。コメント欄で言い争いしたりしてるけどさ、本当に斎藤朗太君。そういう不毛なことはやめた方がいいよ、本当に。ねえ。すげえ意味がないよね、コメント欄でさ。ねえ。コメント欄でさ、言い争う。確かにこのコメント見て、俺がされたら怒っちゃうけど、ねえ。こいつ、援交を使うな、みたいな、顔だけで判断するのは良くないけど、なあ。だけどね、まあ、コメントしていただいたりとか、無駄に動画見てるってことだよ、もう。ね。なんかよくさ、動画とかでさ、文句言うやつの画質が低いか、画質低くて編集してないからつまんないって言うけど、編集頑張ってしてるのにつまんない動画ってあるじゃん。それってお前がつまんないってことだからねって話になるんだよね、やっぱり。そう、動画ってね、やっぱ編集以上に面白いことやんないと人気者になれないんだよね。よく中学生って編集で大好きだけど、編集して人気者になれないんだよ。ね。もうガキだよな、ほんとこの人たち。ふふふ。それとお前貧乏なのね。ヒカキンの動画で何が苦労でだ。お前みたいなゴミが調子乗るな。チャンネル登録者数4人、ゴミじゃねえか、クズってよ。言ってるけど、ね、19人も4人も変わんないっしょって話だよ。4人も19人も変わんないから、そういう争いは、やめた方がいいよ、本当に。コメント欄での争いは、本当に。こういうね、不毛な争いで、だってお金にもならないし、時間の無駄だし、争いしてる間、争いしてる間あったら、新しい動画上げた方がいいよ、ほんとに。時間はもったいないんだって、そういう煽りのって。ねえ。もう笑ってまったよね、これ。もう、コメントのレベルがひどすぎてさ、ワロスだよ。クソガキおねんねでもしな、まあ君のはそのうち出荷されるから気をつけなデブって言ってるけど、まあこういうコメントにね、必死こいて反応するっていうのが中学生だよなと思うよね。俺だったらそういう出荷されろなんて言ったらもうコメント返信しないから基本的に。そう。そう、ほんと、ネットでしか強がれないっていうけど、ネットでしか強がれないっていう、
まあ、みんな、そうだと思うよ。コメント欄で、してる人みんなネットでしか生きられないからコメントで必死なんだ、なんだってよ。アンチの悪口言ったり。そう。うん。そうだね。まあ、バイ。